ってなる時もあるし、なんかダドがねちょっと嫌がってるイメージもありつつ、さあどうなるのか。 SA はブレイブとコーク、開幕はまずはオレエレナが触りに行く。ただエレナは機動力あるんでね、この出入りをしつつまずはゲージためというところから。おー、ワンブロック、壊しスクラッチ、あーマジ、おー EX リンクステイ、なるほど、結構遠い位置だったけどジェットアップはやっていきましたね。ねえ、まあ EX チェンパー結構前出ますからね、うん、いいタイプではありましたが、まあ、飛びからフル入ってましたね。そう、あのカニが入るのがダメね。EX マシンの後にカニが入るのはちょっとざわつきますね。そうっすね。なんで入っちゃうんだろう。エレナは空中姿勢の関係でね、すごく下まで判定が残るので、ああいうコンボもできます。あ、さあコークからうまい、まだあるのか、立ってる、ブレイブが残ってるので通せれば、惜しい、ラップ、シビル全開、マレット引っかかって、これはもうリンサル、エクスマレット、エクスマレット、あー、あー、もう一回やりそうな気配ありました。そうですね。さあ F が踏ん張って先制と投げて、カメラ中、あ、いてててててて、さあ始まってしまうのか、あーこれが美味しい、さあ通っている、切り返してエクスマレット、しゃがんでる、ついね、エレナと親しくやってないと忘れがちなんですけど、リンクステルとかね。さあブレイブは当たらず、中画面端から脱出、うまい、うまい、グタキ、危ない、フローに慣れてないと2発目はちょっとめんどくさい、マシッ、ラップ、まだ残る、うん、あーもう上手、着地に、ダドの着地に合わせてマレットを合わせていく、叩き込んでいくと、ファイナルアウト、うまい、タッチアッケースクラッチ、わー、痛い痛い、割っちゃった、減る、減りますね、3分の1減って、あ、これは痛い、あ、惜しい、ちょっとあれの半角もめんどくさそうだな、うん、さあ、チューパーコーク打ってくれ、体力並んで内足、あ、屋根、あー、怖い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 、EX マレットリンクセール、スピードに任せた展開はしっかり、あー危ない、カニにマレット危ない、すごく、なんでしょうね、あのミスとか濃いというか、なんかお互いずっと動いてる試合でしたね。そうですね。